とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく出た装備、使っていきたいと思います。これですね。星なき夜。これは神がかってましたね。黄金で爆発。エンチャントが、ダイナモ虚無リフレッシュ。ですね。で、虚無が、アンチャンティングとも、変えれます。でも多分虚無の方がこれは合ってるだろうから、これでいきたいと思います。うん、これね、20まで貯めれば、確定で1200万以上ダメージ与えれるので、かなりいいと思うんですよね。では、デイリー、行ってみます。では、行きましょう。今回の変更点が、プレイヤーの速度が 20% 増加。で、近接がスケルトン。だからスケルトンしかいないってことね。で、衝撃を持ってるっていう感じですね。いいんじゃない？ちょっと待って、マルチショット持ってるやつがいるな。あ、爆発がいい。爆発がマジで強えな。で、これね、特性で、この星なき夜って、周りの敵にダメージを分けるじゃないですか。それがね、このダイナモとすごくマッチしてるんじゃないかなと思うんですよね。ダイナモもうオーバーキルするじゃないですか。そのオーバーキルのダメージをそのまんま周りに与えたらすごいだろうね。と思った。うん。オッケー。使いやすい。使いやすい。星夜はね、なんか、使いにくいっていう人も、結構多いみたいですね。やっぱり大振りなところがちょっと良くないのかな。俺はすごく使いやすい。装備なんですけども、まあどの武器でも人それぞれありますね。よし、かなりいいよ。ただ矢が若干不足しそうなので、ちょっと増殖もしていったがいいか。いや、増殖できないな。ソウル系装備してないんで、増やすことはちょっとできないけども、いけるかな。多分大丈夫でしょう。途中をあんまりね、ぴょんぴょんせずに、必要な時だけ、やっていくようにしましょう。変更。ただこれ、あれだね、トゲが来た時が、完璧な弱点になるんで、トゲはマジで注意しとかないと、ダメでしょう。うん。まあまあ、トゲ来たらね、結構攻撃力でかいやつって、どうしてもワンパンで死んじゃうもんね。もうそこは仕方ない。うん。もう割り切るしかないよ。もう何にでも完璧な装備っていうのは、多分ないと思うので、やっぱそこはね、ちょっと割り切っていきましょう。オッケー。待って。キャプテンいるかな？多分、キャプテンは洞窟の中に4体。そして一番奥の方に2体かな？いてくれるんじゃないでしょうか。とりあえず、まずは洞窟からですね。どうだ？あれ、いない？これ、いないっぽいぞ。すごい。やっぱりいいね。ダイナモが、効く。ダイナモはすごい。これはマッチしてるね。ちょっと待って、変更がついてない？よっしゃ。で、さらに爆発だからね。この装備は参ったな。絶対強い。よっしゃ。いや、待て。で、今はね、ちょっと防具がね、ちょっと惜しいんだよね。防具。なかなか出てきてくれないんだよな、タワーで。黄金のやつもまあいいかもしれないけど、できれば、タワーさんのね、263が欲しいんですよね。防御力が全然違うのよ。倍とは言わんけど、1.6 倍ぐらい変わってくるので、1.7 倍か？なので、全然違うんですよね。タワーで出てほしい。最近武器しかね、タワーで出てこないんで、まあ出るだけいいんだろうけどね。防具もタワーで出てほしい。あら、今回キャプテン1体だけだったので、
おそらく最後の方にいるのかな。下手くそだな俺。中間地点過ぎました。500673本か。もうちょっと欲しいかな。できればもう少し欲しいところですね。800本ぐらいあればウィンド棒に変えていって良さそうなんだけどね。もうちょっとだな。もうちょっと貯めたら死ぬよ。あ落ちた。最悪だ。 OK。 よっしゃいい感じで脅威ですね。矢がある程度溜まったのでウィンド棒に変えていきます。ウィンド棒がねやっぱ好きなんだ。ウィンド棒いい。敵をね引き寄せてくれるし、しかもこれね最高のやつで、うわなんかめちゃ減ったぞ。ポーションバリアが取れたのか。最高なんだよ。虚無もついてね。モブダメージ 190%、 なかなかえぐい。やばい、あ危ない、固まると死ぬ。でこの先にもう1体いるね。確実だわ。減る減る減る、とんでもないダメージだな。よし OK。 うんしゃ、きついきつい、やばいやばいやばい。 OK。 でもまあまあ旗は取れた。でライフもまだあるし大丈夫です。 OK。 やばいちょっと待って、マジで一発で死ぬぐらい強い。え何だった、モブ HP 50% 増加。あーきついかもね。ダイナも貯めていけばまあまあ全く問題なくいけると思います。矢も400何本かあるんで大丈夫でしょう。しっかりとね出てきた時に、ドラを当ててやればいけるはず。 OK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 。 ちょっと待てよ待てよ、怖い怖い怖い。うわワンパンされるワンパンされる。ちょっと待てこれきついぞ。まあまあこいつらのね雑魚の HP は 50% アップだから、まあまあまあまだマシだわ。 OK。 うそきつい、これはきついぞ。ちょっとごめんちょっと逃げるわ、一瞬ちょっと逃げさせて。これきつい。あ、いけるか。弱体化入ってれば、いけるね。よし、OK。で、これで、隙を見せてくれれば、いける。よし、OK。で、こっから、こっからがきついんだ、多分。よっしゃ。ちょっと重力パルスやめてくれ。よ、あぶね、ギリギリ。きついなあこっからが。ちょっとなんとかポーションバリアしっかりと張りながらいきますね。ここはきついぞ絶対。クリティカルついてる、絶対死ぬやん。よし行きます、行くぞ。おい、ふう、クリティカル確実に来るからね。 OK。ポーションバリアあと1回入ればいける。 OK。 いける、うわやば、これはやばい、やばいやばい、死ぬ死ぬ。 OK。 クリアか、いけたね。はい、ということで今日はこれ、新しく入手した星なき夜、黄金が爆発、エンチャントがダイナモ虚無リフレッシュですね。むちゃくちゃ強いです。これはメインウェポンにするかもしれません。よかったよ。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。